マテキ。マテキ、マテキ、K620 は、ボルフガングアマレウス・モーツァルトが1791年に作曲した、ジング・シュピール、歌芝居。現在では一般に、オペラの一種として分類される。モーツァルトが、生涯の最後に完成させたオペラである。台本は、工業種、俳優、歌手のエマヌエル・シカネーラーが、自分の一座のために書いた。現在も、 モーツァルトのオペラの中で筆頭の人気を持つアッパーアンウェルト氏の毎年の作品別上演回数統計、音楽の友氏の定期的な人気作品投票など。シカネーダーは当時ヨーロッパ各地を巡業していた旅一座のオーナーで、モーツァルトとはザルツブルク時代の知り合いであり、モーツァルトが所属したフリーメイソンの会員でもあった。シカネーダーはウィーンの郊外にあるフライハウス、 免税館内のビーデン劇場、フライハウス劇場とも呼ばれる。フライハウスは劇場も含む建物群を管理し、一座の上演を行っていた。シカネーダーは当時仕事がなく、生活に困っていたモーツァルトに対策を依頼した。モーツァルトは1791年の3月から9月にかけて作曲を進め、プラハでの皇帝ティートの慈悲の上演のため中を経て、 9月28日に完成させた。当日マコンスタンツェがバーデンへ当時に出ており、モーツァルトは一人暮らしをしていたため、シカネーダーは彼にフライハウス内のアズマヤを提供した。このアマヤはザルツブルクの国際モーツァルテウム財団の中庭に移設され現存する。マテキの台本は次の作品からアイデアを流用したものである。ギーゼケは、後にマテキの台本は 自分が書いたと主張したが、真偽は定かでない。音楽コラムニストのジェイミー・ジェームズは、魔キの物語は、フリーメイソン団員のアッペジャン・テッソンが書いた古代、エジプトの王子セトスをめぐる、偶意小説、セトスに基づいている、と述べている。初演は1791年9月30日、ビーデン劇場で行われ、大好評を博した。モーツァルトは、バーデンの妻に、 アントニオサリエリが愛人カバリエリと共に講演を聞きに来て大いに称賛したと紙を書いている10月14日同じ年の12月死の床にあったモーツァルトは時計を見ながら当日の上演の進行を気にしていたというフリードリヒロホリッツのモーツァルト逸話集1798年シカネーダーの工業は一般市民を対象としており 演目もそれにふさわしく、形式ばらずにわかりやすいものを中心とした。魔キの各所には聴衆を楽しませる、大がかりな見せ場が盛り込まれている。歌や会話の言語もドイツ語で、レチタティーボに変えて、セリフで筋を進行する、ジングシュピールの形式を用いた。物語は、王子によるお姫様の救出劇の形で始まるが、途中で善玉と悪玉が入れ替わる。シュカネーダーが、 台本作成中に他の作品で似た筋書きが発表されたため急いで変更したためであるという説も、あが単なる意外性を求めたストーリー上の工夫とみなすこともある。これまでの各種の解釈に対して夜の女王の国とザラストラの国とでは全悪味方が相反するもので全て相対的な世界であるとすれば筋について問題はないと考えられる。 本作にはフリーメイソンの様々なシンボルや競技に基づく歌詞や設定が用いられていることも特徴で、とりわけ各所に3を象徴的に使っているのが目立つ。序曲の最初や中間部で鳴り響く和音、同じフレーズが3回演奏されるはフリーメイソンの儀式で使われるもので、劇中ザラストロの神殿内の場面でも再現されている。二人の作者がメンバーとして、 フリーメイソンの精神をオペラ化したとも、当時皇帝から圧迫を受けつつあった、フリーメイソンの宣伝であったなど、教団との関わりを重視する指摘があり、今日の演出にも影響を与えている。現在では否定されているが、モーツァルトの旧詩は、フリーメイソンの協議を漏らしたため、フリーメイソンのメンバーが暗殺したという説さえ見られたほどであいずれにせよ、 第二幕ではそれまでの救出劇から登場人物のフリーメイソン的な修行と試練の内容に変わる。これと対照的なのが、ブッファ的、同化的なキャラクターのパッパゲーノである。シカネーダ自身が演じる役なので当然だが、要所要所に登場し、場を盛り上げる役割を果たしている。モーツァルトもこの役に親しみやすく、魅力的な音楽を与えており、魔キを代表するキャラクターとなった。 途中から善悪交代する夜の女王とザラストロはオペラセリア的な役柄である。このオペラの中の最高音と最低音をそれぞれ歌う歌い手でもある。特に夜の女王の二つのアリア、ノー4、ノー14は至難なコロラトゥーラの技巧を要求する難曲であり、才能あるソプラノが若い頃に歌って注目を集めることがよくある。 ドイツ圏のソプラノには、若年期に夜の女王を演じた後、娘のパミーナへ役を転じる例も多い。その一人である、ルチアポップに至っては、夜の女王の後で三人の同時の一人を演じた、記録が残、いる。ザラストロの二曲、ノー10、ノー15も、低音が豊かなバッソプロフォンド歌手にとって、重要なレパートリーの一つでもある。なお、 文豪ヨハンボルフガングフォンゲーテは、魔敵を愛し、その第二部を執筆しようとしたが、多神教的性格を好まなかったためか断念した。時と場所、時代不詳のエジプト、性格には、漠然と、ラムセスの時代と書かれている。日本のカリギヌを着た王子タミーノがおろち、初演前の原案では、ライオンに襲われ、神々を助けて、と叫ぶ。 そこに三人の次女が現れ彼を救出する。三人は、タミーノのことを夜の女王に報告に行くが、そこへ鳥を女王に献上して暮らす、鳥刺しのパパゲーノがやってくる。大蛇、ライオンのことを聞かれ、成行きから自分でやっつけたとパパゲーノは嘘をつくが、戻ってきた三人の次女に見つかり口に鍵をかけられてしまう。次女たちがタミーノに、女王の娘、 パミーナの絵姿を見せると彼は彼女に一目れする。そこに、世の女王が登場し、悪魔ザラストロにさらわれて、娘を失った悲しみを語り、彼に救出を依頼し、タミーノは意気込んで引き受け、ようやく喋ることを許されたパパゲーノと友姫の救出に向かう。二人には、お友の三人の童子が付き添い、タミーノには魔法の笛、魔的、パパゲーノには魔法の鈴が渡される。 ザラストロの神殿内、逃げ出そうとしたパミーナを捕らえようとする奴隷と、モノスタトスと部下の奴隷の前に、偵察に来たパパゲーノが突然現れる。彼らは互いに、初めて見る姿に驚き、双方ともパミーナを置き去りにして逃げ出す。しかしパパゲーノはすぐに引き返し、パミーナに救出に来たことを告げる。ザラストロの神殿前に、ダミーノが案内役の同時に連れられてやってくる。 三つの扉を順に試すと、最後の扉が開いて、弁者、神官の一人が登場する。二人の長い問答が始まり、ザラストロは悪人ではなく夜の女王の方が悪人であると告げる。カズトになったタミーノが笛を吹くと、神殿から逃げようとしていたパパゲーノとパミーナが聞きつけやってくる。そこに、モノスタトスが登場し、二人を捕らえるが、パパゲーノの鳴らす魔法の鈴の音に、 動物たちも、奴隷たちも、皆浮かれて踊って、どこかに去ってしまう。そこへザラストロと神官たちが登場する。彼は、逃げようとしたパミーナに優しく語りかけるが、そこに、モノスタトスがタミーノを捕らえてやってくる。初対面にもかかわらず、パミーナとタミーノは互いに引かれて走り寄り、抱き合う。怒ったモノスタトスが二人を引き離すが、ザラストロに足を七十七回叩きの仕置きを受ける。 一同、ザラストロの裁きを受け入れて称える合唱で幕となる。ザラストロは、神殿で、神官たちに、タミーノに、試練の儀式を受けさせることを説明し、賛同を得る。一同、イシス人とお尻すがみを称える。神官がタミーノとパパゲーノのもとへやってきて、試練について説明する。試練に挑むというタミーノとは、対照的に、パパゲーノは、 そんな面倒なことはごめんこうむるという。新官はパパゲーノに試練に打ち勝ったら似合いの娘を世話するといい。ようやくパパゲーノはその気になる。そこに三人の次女がやってくる。彼女たちはタミーノがザラストロの言うなりになっているのに驚き、婚姻させようとするがタミーノは取り合わない。 一方、パパゲーノは次女たちの話に釣られそうになるが、そこに雷鳴と共に神官が現れ彼女らは去る。場面が変わり、庭でパミーナが眠っている。そこに、モノスタトスがやってきて、パミーナを我が物にしたいと狂わしい思いを歌うが、そこに世の女王が登場し、彼は隠れる。女王は復讐の思いを強烈に歌い、パミーナに剣を渡しこれでザラストロを刺すように命じて去る。 隠れていたモノスタトスが出てきて、パミーナに迫るが、ザラストロが登場し、彼を叱責して去らせる。モノスタトスは今後は、夜の女王に寝返るか、と呟く。パミーナが、母の命令のことを話すと、ザラストロは、この神聖な言動には復讐などない、と教団の理想を歌い上げる。場面転換。二人の新官がタミーノとパパゲーノに、沈黙の修行を課して去る。 しかしパパゲーノは黙っていることができず、しきりに喋っては民いいのに制止される。そこへ黒いフードで顔を隠した老女がやってくる。彼女に年を尋ねると自分は18歳だというので、パパゲーノは涙を流して大笑いする。そんなに若いなら、彼女には、年頃の恋人がいるはずだと思い、パパゲーノが聞いてみると案の定、恋人はいるという。しかもその名は、 パパゲーノだというので驚いてお前は誰だと尋ねる。それと同時に雷名がとどろき、名前を告げずして彼女はどこかに消えてしまった。そこへ三人の童士が登場し、二人を励まし酒や食べ物を差し入れる。パパゲーノが喜んで飲み食いしていると、パミーナが現れる。彼女はタミーナを見つけて喜び話しかけるが彼は修行中なので口をきかない。パパゲーノも、 また口いっぱいに頬張っているので喋れない。自制して喋れないとする演出もある。相手にしてもらえないパミーナは、もう自分が愛想をつかされたと勘違いし、大変悲しんでその場を去る。次の場面で、新官たちと共に、ザラストロが登場し、タミーノに新たな試練を課すと告げる。パミーナも出てきて、試練を受けに出発するタミーノと互いに別れを告げる。 沈黙の豪に落第したパパゲーノが、神殿に近寄れずうろついていると、神官がやってきて、お前の望みは何かと尋ねる。パパゲーノは、恋人か女房がいればいいのに、と言うと、先ほどの老女がやってきて、私と一緒になると誓わないと地獄に落ちると脅かす。パパゲーノが、とりあえず一緒になると約束すると、老女は若い娘に返信する。パパゲーナと呼びかけ。 パパゲーノは彼女に抱擁をしようとするが、新官がパパゲーノには、まだ早いと彼女を連れ去る。場面が変わる。パミーナはタミーノに捨てられたと思い込み、母のくれた剣で自殺しようとしている。三人の童子が現れて、それを止め、彼女をタミーノの元に連れて行く。タミーノが試練に立ち向かっているところに、パミーナが合流し、魔法の笛を使って、火と水の試練を通過する。 さらに場面が変わり、パパゲーナを失ったパパゲーノが絶望して首を吊ろうとしている。そこに再び同時たちが登場して魔法の鈴を使うように進める。パパゲーノが鈴を振ると不思議なことにパパゲーナが現れ、二人は喜んで子供を大勢作るんだ、と大はしゃぎする。場面が変わり、夜の女王と次女たちを案内してモノスタトスが神殿を襲撃しようとやってくる。 しかし光に打ち勝つことはできない。ザラストロが太陽を称え、一度イシスとオシリスを称える、合唱のうちにタミーノとパミーナを祝福して、幕となる。なお、グロックシュピールはチェレスタで代用される場合が多い。演奏時間はセリフ付きで、各幕約70分、約90分、計約2時間40分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。